かなエヴァンゲリオンのさ映画版がさ、はい、そういうアスカラングレグレーがさ、うん、色日アスカラングレになってたじゃん。あなってたね。あれなんでかってさ、うん、一般的にはどういう説明になってるのあれ僕はあれパラレルワールド的なもんだと思ってるよ。その何回も。色日という言葉がどこから来てるというせいになってんの特にないんじゃないだって猪シンジだってもともと猪シンジってどこから来てるのとかないじゃん。あ、式並みか。うん。あ、式並みね。 単純にだかあのあれじゃないの船の名前じゃないのなんかそのアの監督が式日って映画撮ってるんだよね、うん、じゃあ関係ないね式並みだしそれに出てるのが岩井俊二さんなんだよねスワローテイルのそうそうスワローテイルの監督の岩井俊二さんが出てて藤谷綾子さんと一緒になんか恋愛的なやつをやるっていうのを庵野の監督が撮ってるっていうのがあってんか関係してんのかなと思って見てたんだけど全然関係してなさすぎて。うん そうね <laughs> な。な、なんなのっていうのは、僕の、その、なんか関係してるのかなと思って見た僕のモチベーションは、どうしてくれるの、うん、っていう。いやいや、うさんにぶつけたい。うん。まずお前、名前をちゃんと覚えろってところから、俺を言いたいよ、だから。好きなみな、だから。うん。 ちょうどなんか、スワローテールが25周年みたいなやつで見たんですよ、スワローテールを。おめでとうございます。あら、はいはいはい。おめでとうございます僕に言ったのいやいや、一応、あの、カメラの向こうにいる岩井俊二さんに言ってみたとりあえず。はい。25周年、おめでとうございます。映画監督、岩井俊二さんしか知らないけど、あ、役者もやるんだっていうのと、その、安野さんで四季っていう時点、あ、そういえば、その名前だったなっていうので、なんか、あの、面白いのかなと思って、すごい期待してみたら、あれ全然関係ない、ひょっとしてっていう。いや、はい。 失敗した感。そうね、あのー、おそらくだけど、うん、ちょっと言いづらいけど、割と人を選ぶんじゃない岩井さんの作品って。あ、だからそれは、かんあの、安野さんの作品なんで。あ、ごめん、安野さんはもっと人を選ぶわ、ごめん。うん、はい。うん。スワローテールバタフライです。はい。そうですね。